ライクジョンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、トラゲやっていきたいと思うんですけれども、現在ね、見てください。こちらね、残り、ジャスト10日で、今ね、世界でこう、8300が出てるところなんですけれどもね、おそらく、このペースだと、9000。結構ね、10人以上出るんじゃないかなといったところで、これね、ちょっとね、狙っていきたい。9000狙いたい俺も。ってことでね、9000狙ってね、真剣にトロ上げしてる最中なんですけれども、見てください、こちら。真剣に400沼というところで、まあ、さっきまで500沼だってね、ちょっと上げたところなんだけど、本当にね、今苦しいです。はい。なんですけど、ここでね、諦めちゃダメなんですよ。で、いつもと同じようにやっていてもダメだと思った俺は、見てください。こちらね、まあ、1.9 ホグとかをね、こう使っていたんですけど、まあ、勝てなかったですね。はい。なので、ちょっとね、今日は 1.9 ホグ回をね、使ってトラ上げしていきたいと思います。ということで、1.9 ホグ回、こちらです。このね、吹き矢をアチャクイにして、ホグをね、4体にした。そして、まあ、削り呪文をちょっと増やしていったような、感じのね、まあ、こう、スケとファイスピとか大砲とかをね、こうなんか 1.9 ホグの面影を残しつつも、強化したっていうね、1.9 回ですね。これ自作なんですけどね、こちら使っていきたいと思います。ということでいきましょう。さあ、まあ、このデッキがですね、まあ、俺がこう、さっきね、作った感じ、結構ビビッときた、デッキでありますのでね、なかなかにね、このデッキは強いと思う。うん。まあ普通4コストだったらね、ホグ1体なんだけど、まあ、このね、1コストを追加することによって、ホグが4体になるんですよ、なんと。そうなんでね、結構、強いです、このデッキ。さあ、来ましたー。ファイスピー、ウッド、タルババね、エリジーか支援スキルだと熱いですね。まあ大型だろうからクエイクで削っていって相手の動きを見ていきます。さあさあさあ、いやまだ動かない。うん、まあ基本プリンスなんだ、基本ねトルネがあると思うから、ちょっとあんまり、エレシャイかな。あ、オッケー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 。そしたら、まあ、ここに立てて、2機目のね、大砲2機を出して、さあ、完封と。このデッキはなんといっても回転がね、強いので、さあ、いいですね。エレジャイプリンスと。なるほど、なるほど。タルババエリジャイプリンスね。さあ、ベビドラが来る。ちょっと暇なんで、これ、ファイスピで削ってあげてから、デリ。よいしょ。ですね。ここはちょっとね、右アチャクいってあげて、左無視でもいいかな。これ、プリンス来るんですよ。なんで、これ、クエイクまで行っちゃいます。はい。で、ボンバーまで溶かしてあげて、あ、墓石パターンね。オッケー。はい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 。タルババ今日ちょっと痛かったけど、まあしょうがないね。でこのファイスピは相手がね、まあ、トルネかベビドラ、オッケー。さあ、ここはデリバリーで抑えてあげて、さあ、で、さっきボンバーから入ってて、ボンバー多分回ってるぐらいだよな。多分ボンバー、プリンス、墓石、タル、そうですね。まあ、ここはちょっと一回行ってあげましょう。はいはいはい。まあ、起動されるか否かぐらい。否ですね。はい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 。まあ、ワンチャン真ん中の読みとかがありそうで怖い。いや、これは、墓石ぐらいしかない。当たれ。ああ、当たるならクイックってよかったな、これ。これ今は手が打っていいな。さあ、ここはデリバリーでスポン。いいですね。はい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 。で、ベビドーラが来る。レッドで手助けもあるか。さあ、この最前列の打たれない場所。おお、なんだ、いやー、素晴らしいデリバリー。素晴らしいデリバリーで。さあ。あ、いいよ。さあ、ボンバー割いたので、これは墓石かな？うん、いいですね。これはクエイク。あれ？外れてる？あれ？面白いじゃん。さあ、これファイスピでもう一体前に出させたい。あ、オッケー、いいですね。そしたら、これ低めに大砲置いて、真ん中のベビドラの潰しが来そうですよね。なので、ここはちょっと竹取ってあげて、ボンバーから打ち抜く。さあ、こっちは、大砲で、これ好きで竹取って、オッケー、いいよ。さあ、ここ大砲あるから、墓石低めにしか置けないはず。さあ、いいんじゃないこれで。OK、GG！ 完璧でーす。ありがとうございます。まあ、これはね、大砲になったことによってね、むちゃむちゃに相性がいい。てか、1.9 回で勝てたのがでかいですね。これほんと。いや、でかい。さあ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 、行きましょう、どんどん。さあ、来ましたね。おザキファキエロみたいな人。ああ、この人は新兵隊ローグだった気がする。新兵隊ローグは相性いいですね。500ティルトロール。あれ、俺のことバカにしてる？もしかして。絶対俺のこと言ってんな、これ。いや、マジね、絶対これ俺のこと言ってか狙ってきてんな、これ絶対。この野郎、マジで。ちょっと待って、どうしようかな。まあ、ロイハグ刺さりそうなんで行っちゃいますか。本当はね、ファイスピとかデリバリーウッドで削り切った後にね、相手が動かなかったらロイハグ行きたいんですけど、まあまあまあ、ステイかな。ロイハグ投げて、タル5をね、OK。まあ、先にアチャクイ出してもいいんだけど、出しちゃいます。はい。まあ、クエキとか打って、ケツ、新援隊来ると、あ、だるいてー。おいしょ。痛い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 。まあ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 。ここは、うん、新援隊か折り受けかな？はい。ちゃん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 と。で、ここでデリバリーは絶対割かないことですね。ホバ追加が来たときに、デリバリーがないとね、飛んじゃうんですよ。いや、大砲強っ！アホじゃん。普通に。いや、これ相手、まあ、檻の先置きがあるかな。なので、クエイク割いちゃうと、オッケーオッケーオッケー。手札回りやすくなっちゃうから、クエイクよりも、ファイボタル。あ、エレスピオがあれか、やなめになってるバージョンね。オッケーオッケー。ここはデリバリーでいいかな。ね、新衛隊ホバの形がきついから、こっちが唯一負けるとしたらその形なんだよね。だから、これタルかな。お、違う。タルサイトから受けないな、これ。よいしょ。そう、唯一負けるのはね、その形なんで、さあ、これは、クエイクっていって、はい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 。これは、ただ、やっちゃって良さそう。これ次、ホバー、あれきますね。はい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 。ホバロイフグね。分かってた分かってた。いや、いってー。いや、ダメージ効果負けたか。いや、ダメ。もう一マス大砲寄せないとダメだったね。コバの竹も取りたかったんだけど。さあ、ロフグ。はい、もうね。うわ、でけえ。これ食い食っちゃおう。でかっ。たまたま当たった。で、これを、こっち大砲寄せてあげて。よいしょ。それちょっとだるいな。いて。はい。いやー、こっちの方が。いやー、だるいなー。なんかちょっと。でも、これ相手垂れ切ったから、次、折りぐらいしか受けがないはずなんで、このファイスピ出して、OK。じゃあ、これはザッピだね。ファイスピを。まあ、来たらこれ、ウッドで剥がせる。OK。じゃあ、これ剥がして。これ普通にいっちゃって良さそうだな。俺そんなね、守れないんですよね。体力低いから。なんで、これ大砲寄せて、はい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 。よいしょ。や、これ右に矢波来るかな。うわー、だるい、その親衛隊。待って、どうしよう、これ。先にロイフグで潰されるのめっちゃめんどいな。でも、低めにアチャ食い出しても、ファイブ矢波行かれるんですよね。いやー、危ねえ。よっしゃー、行ってこい。ファイブやなめやばい。危ね危ね。これクエイクとスケ出してクエイク、危ねえあー、危ない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 。よし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 。いや、何が正解かわからんかったな。これさ、ファイボー、普通だとさ、ファイボタルエレスピじゃないですか。アチャクイが処理できないから、低め、片方サイドを、低めアチャクイプラスのウッドとかで処理して、片方サイドを、まあ、ホバー用にファイスピとね、デリバリー温存しながら、まあ、大砲プラスのとかで、守るのが綺麗なパターンなんですよね。そう、ってやるといいんだけど、なんかね、ファイブヤナメだからめっちゃ低めにアチャ食い出すとファイブヤナメで削られるし、でその後にはホバ追加とかもあるからちょっと難しかったな今の。さあ、ということで、いや、この 1.9 北海今のところ無敗ですね。でとりあえず初手は、まあ、スケファイスピークエイクッと打ち転がして、それまでに相手が何も動いてこなかったら基本大型なんで端前アチャ食いしちゃっていいと思う。ロイフグ投げるとキング起動されちゃうんで、これはちょっと難しいね。ウッド切った後に逆サイ来ると困っちゃうな。まあ、デリー、この角度違うようにね、ちゃんとこんな感じでやってあげて、せいせいせいと。ファイスピでちょっと嫌がらせ。あ、仁義っぽいですね。デリー。はいはいはい、いいボールなんじゃない？ここでね、ファイボとか来たらもう、OK。タル使ったもんな。これ、固めロイフグで、左に、はい、OK。黒くで、OK、OK、OK。どっちもに、なるほど。いや、1、3とかだったらもうね、左にファイボ打たれるかなって思っちゃったんだけど。さらに何回誘導。いやー、これだるいっすね。やばー、ワンチャンいかれるか。おい、レイジだるい、レイジだるいから。やべえ、最悪やこれ。もう痛い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 。この3回受けのねマジック、はいはいはい、よいしょ。ワンチャン U の来るんで気をつけてください。来たらこっちをしまうか、アチャ食いで。よし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 。まず、ジンギにリード。ジンギにね。で、まあ、ケツアチャ食い安牌なんですよね、基本。ファイボだけで死なないから、端前アチャ食いもいいんだけど、意外とね、やっぱもうみんな、対処に慣れてきちゃってね、結構ぶち抜かれるんですよ。オッケー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 。これ、ロイフグいっちゃおうかな、俺。で、このインドラ溶かして、はい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 。これ言うの来ると思う。あー、くそ。いや、いいですね。まあ、クエイク削りかな。よいしょ。さあ、マジアジ来るかなって思ったけど、来なかった。いやー、むず。呪文でまあまあ削れてるね。ノックバックとかもできればね、やっぱ最前列で今みたいにウッド打てるといいんですよね。いや、これはちょっと低めのチェックでも守りつかまつろう。ちょっと待って、下手くそ。めっちゃ下手だった、今。これ逆だな。はい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 。これ言うのとか来そうなんで、どうで、これはもう許容してクエイクウッドで勝ちですね。はい、GG。あざっす。いやー、こんな感じでね、やると結構いい感じ。いやーでもちょっと途中防衛下手くそだったね。あれ、両サイド多分ね、マジで上手い人だったらもっと完璧に守れるんだけど、ちょっと遅かったね。ワンテンポ。GG が出ましたね。さあ行きましょう。いや、やっぱ集中すると勝てるはずなんだけどね。やっぱ、なんでだろうね。でもさ、普通に考えてさ、500なんか落ちるわけないやん、トロフィー。ねえ。でもさ、マジこれ、俺の動画見てる人だったらさ、まあみんな結構そのクラロワとかやってる人たちだと思うので、中にはね、こう初心者の人とかもいるかもしれないんだけど、基本はやっぱこう、ガチのトラゲをさ、一度は経験してる人たちじゃないですか。ガチでさ、本当に俺、昨日500下がってマジ体調悪くなるからね、本当に。動画投稿久々に休んじゃったもん。昨日2本に出したからいいかなとか言って、俺昨日休んじゃったからね、動画投稿。よいしょ。圧発あだ。これなんか来る。ああ、そういう感じか。うわー、これダリーやつだな。いやー、ダリーですね。でこれ次に、バレルからの足前プリンが来そうなんで、スケルトンセパして警戒してあげつつ、引いた瞬間だね。いやー、これ渋いな。ワンチャンの、おー、来ないか。はいはい。クエイクってこれでロケット来たら来るかな。あ、いい。お、熱い。キング起動だ。いやー、下手なんだ。これがマジでデリバリーが遅すぎるのよ、本当に。さあ、ここは低めくるかな。あ、来ない。強いですね、意志が。強めの意志を感じる。さあ、これは俺プリンに言っと打っちゃいますね。よいしょ。ここでちょっとロケット来たら嫌なんで、先にアチョキで攻めちゃう。はい。これは読んでたわけではない。危ねえ。なるほどね、こういう逆サイぶち攻めた時に来るんだね。 OK 把握、 OK ブロって感じ。待って、これやばい、早すぎる気がする。あ、よかった。いや、これ待って、どうやってダメージ与えよう。さ、ガチむずいんだよね、これ。はい、一発ターン。ほっチュン。ああ、おいしい。いや、これ来そうだな、ロケ来るよね。うわー、それはいい。賢いですね。うん。構えてるけど来ない。はい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 。回ってねえよな、さすがに。完璧完璧。いいよ。ここは行っていいはず。はい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 。クエイク行って。ウッドまで行ってあげて。はいはい。いやー、マジ？マジでやばい。いやー、ギリ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 、やばい、これはやばい。いやー、負けたー。いや、マジで枯渇めっちゃ負けるんだよな俺。マジかー。ちょっと待ってよ、俺さ、じゃバレルは、いやでもあれだよね、最初の方のその1000食らってたやつ、端前プール一発も食らってないから、多分そのロケ削りでもあれなんだよね、バレルか端前プリンどっちかを結構食らうと負けるんだよな、今みたいに。いやー、枯渇だな多分。そういうので食らわなければ勝てるけど、食らっちまうと意外とね、ロケ削りで負けんだよね。こう最近もうテスラのね、高回転の枯渇派とか、スケが縦線になってアチャクイに強くなってるようなやつが多くて。いやー、ちょっと悔しいな。ラストいこう、ラスト。はい、ということでですね、本日の動画、ここで終わりたいと思います。はい、なんですけれどもね、皆さん、いかがだったでしょうか ?1.9 北海で、めちゃくちゃ強いので、ぜひ皆さん、気が向いたら使ってみてください。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日会いましょう。全然トロ上がんねえな、おい。この野郎。